はい。じゃあね、リックの家終わったので、終わったんで、じゃあ、今度ここで、まあ、イエスにするかノーにするかで、ほら、リックの家に行くか、まあ、別のステージに行くかでもまた変わるから、じゃあ、最初は、マゾを頼む、こいつにマゾを頼んでリックの家に行ってもらったのをイエスにしたので、2回目は、ノー。で、やってみる。一応ね。変わんないかもしんないよ、なんも。ちょっとわかんないから、そこんとこは。この人昔バローズ家で執事をしていた。たまたまそれをしている人がいたから、彼にいろいろバローズ家のことを聞こうと思ってね。で、彼がどうかしたって。バートン先生がその人に魔導を渡したかもしれない。魔導って事件現場にあったやつ。今は少しでも手がかりが欲しいから。なるほど、じゃあ彼から魔導を回収してくればいいんだね。わかっ、でも、ここ、ね、ここで、びっくりした今。じゃあ、ノーにするね、じゃあ。ノーで進展があるのか俺はわからないけども、やるね、ノーに。やっぱりいいわ。今、ヘレンもマゾンも探してくれてんのよ。そう。まあ、なんかあったりしても相談してくれよ。ありがとうな。まあ、ノラにとっちゃね、頼んでくれないのかって、気の毒かもしれないけど、ちょっとね、進展が見たいからさ。え？え？図書館編あるの？何？ああ、え？あれ、これなんか、あれ、図書館編一緒パターンかな、もしかして。サリバン先生は？先生なら今は館長室の方にいらっしゃいます。そう、ありがとう。あ、これ同じくだりだね。ノーにするとこっちパターンなんだ。エドワードじゃない。どうしたの？ホテル退屈だから。じゃあ、ちょっと、城の方の関係でまた最初からやってるんですよ、実を言うとこれ。で、城で失敗したから、城でまた、フラグになっちゃったから、またセーブするの忘れちゃったから、ね、もう一回やり直すけど、もうリックの家で行くのめんどくさいからさ。じゃあ、こっちじゃ、しょうがないから、やるね。怖いけど。城の方が怖いけど、ジェニファー編の城。ちょっと待って、上は？上行きたいんだけど。上は行けないのかな、まだ。ダメか。おお。いや、ヘレン、よく来たね。サリバン先生、ご無沙汰しています。大変な目に遭ったそうだね。ボタンいっぱいあるね、この人の、おっさんの。ボタン何個ある、これ。1、2、3、4、5、6、7個もある。そんないるか。このおっさんも前からやってらんねえだ。顔がなんかちょっとうざいな。なんかちょっと腹立つな。気のせいだと思うけど、なんか鼻あたりがちょっとイラっとくるな。まあ一応調べておくから。まあ、これはね、ヘレン編のあれと一緒だけどさ。まあ一応リック編もやってるけど。まあちょっとね、もうめんどくさいからさ。結局これやんなきゃいけないから、どっちにしろ。いろいろの都合でね、都合上でやんなきゃいけないから、もうこっちやるわ、じゃあ。じゃあこれも一応実況していきますね。あれと一緒なんだけど、ヘレン編と一緒なんだけどさ。ジニファー編なのになぜかヘレンがやらなきゃいけないという。ヘレンもお疲れでしょうに。希望本館、本館乱室。
これ大学関係以外関連できない貴重な文集が多く収められている。なんかあのね全然ね見えねえんだよね、読めないし、読めないのもあるし、画質が悪くてなんていう字か見えねえんだよね。さてここにシザーマンのことがわかるような本があるといいけど。イギリスに関係した本はこの上にあるわ。これか。アングル本当に怖いんだけど。アーチャーロード・オブ・ノース・イングランド。これだわ。あーびっくりした。あーまたこれか。びっくりした。一度ならず二度まで。よし、言えた。一度ならず二度までこんなびっくりするとはって。ん？ああ、もう、早速っすか。早速、動画が止まったね。はあ、編集するのめんどくせえんだよな、これ。ん？ああ、こっちは、ん？脚立はどうすんの？ん？何してんの、ヘレン。脚立が置かれている。お前が置いたんじゃなくて。基本ここは何もない感じか。電気は消さない。早く、ヘレン。もうちょっとで多分腹出すぎだ。ああ、ええ、大時計の鐘が故障したみたいでね。ちょっと、うん、私もお願いします。すまんね。じゃあついてきてくれ。いいよ、ついていかなくて。おっさん任せて。ああ、やだやだ、これ始まるぞ。なんでそこにドアがあるんだって。やめて。ああ、だめだ、まずいよこれ。痛そう。うわぁ、うわ、違う。あ、来た。来たぞー、シザーマン。お、早く、ヘレン、逃げるぞー。よっしゃー、下行くかー。どこ見る？どこ行くか？どこ行くか？どこ行けばいいんだ？脚立か？それとも、カウンターか？脚立だ。お願いしまーす。だー、びっくりした。早く倒せー、早く倒せー、早く。よし、早く逃げろ。どうしたー、シダーマン。どうしたの、シダーマン。死んでるみたいだよ、これ。なんで動かんの？ん？あ、今、エドワンの子だ。まさかあの子、この中に残ってるの？はい、もうシザーマンはいません。もう少し大きいが通りにくいです。ここは基本調べなくていいのかな。あれ、今、あれ、なんか出なかった。この辺りは海外の本ばかりのようだ。小さなボロ机だが、今まで多くの研究者たちが使ってきた机だ。うん、電気。ああ！びっくりしたー。ああ、そうか、ここ。びっくりした。ん？どっち行く？え、何今のアングル？なんか、え、何？ヘレン？ん？この人自分でヘレンつってるよね。ヘレンなのに自分でヘレンつってるよね。あ、エドワードが言ってんのかな。ヘレン？ヘローつってんのか。エドワード？え？エドワード？何？うわ、違う。扉閉まってんの。
あ？お？おお、なんだ？は？え？何今の？あ、ブチって。え？なんでデッドエンドになった？え、何？逃げられなかったよ、だって。ん？ああ、待って、ここ？エドワード。え、なになになに？あれ、前どうやって逃げたっけ？え？あ、バツレンだ！バツレンだ、思い出した、思い出した。バツレン、え、違う？おい、よっしゃ。え、ちさね、どうしよう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 。どうすればいい？どうするんだ？どうする、どうする、どうする、どうする。もう一回やる。どうする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 もう一回やっちゃってっかな。ちょっと悪いけど、もう見てる人には悪いけど、悪いけどさっさと終わらせるからね。これどこにあるかもう分かっちゃってるからさ。とは言ってもまだ一回しかやってないから全然分かんないんだけど、大体分かってるから言わないけどね。言わないけどサクサク終わらせてもらいます。バレた？俺バレたら怖そうだな。上から来るのかな？怖い怖い。おー、バレてないかな？ん？なんで自動で？怖い怖い怖い。え？